イドー。今からお出かけするのでちょっとだけカメラを持っていこうかなと思います。今日服装はね、このグレイル、前にも紹介したこのゴワッとしたやつと、あと GU のこのサロペットワンピースみたいなやつ、この中にもねヒートテックもちろん着てます。マスクは冬だからね、全然つけてても違和感ないじゃないですか。私夏でもね基本的にマスクつけるんですよ。全然知名度とかないから変装とかではなく、単純に人見知りでマスクしてたらまあ目を上に向けれるっていう感じ。多分これあるある。でメガネは18時なんでもう暗くてね見えないからメガネかけて行こうと思います。それでは行きましょう。とりあえずコート着ないと。コートもこれこの前購入品で紹介したグレイルのやつ。これ質問あったんですけど、結構ね薄めなんですよ。ペラペラとまではいかないけど、そんな真冬に着てるコートでもない、薄いから絶対ヒートテックとかトレーナーとかそういうのは必須。今日の持ち物だけ紹介します。持ち物ね。これがいつも通りカバン、マジェスティックレゴン。髪の毛のゴム。で、ここには普通にもうね、財布と、あとセザンヌのリップやったっけな、今日。うん。このピンクのリップ入れてて、これ持ってくやつ。コスメ巾着。あと、これは今使ってるカメラを入れるよ。スケジュール帳今いらんか。置いていこう。で、あとハンカチ。これで行ってきます。